はい、皆様おはようございます。はい、こちらなんだかお分かりになりますでしょうか。はい、イカなんですね。まあ、あのイカはイカでもですね、アオリイカと言います。いつもね、ご家庭の食卓に上るやつはマッスルメイカとかヤリイカですね。まあ、アオリイカ結構ね高級な食材でございます。それではね、本日はこれをさばいていきたいと思います。はい、まずですね、このアオリイカ特徴はですね、もう耳がでかいんですね。そして肝がほとんど入っておりません。で、この肝のとこですね、はい、見えますでしょうか。こちらですね、こちらに親指ですね、親指をこう入れていきます。クン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 みたいな感じですね。はい、少しですね、開いたのが分かりますでしょうか。そうしましたらですね、包丁で、この耳と胴体の間ですねを軽くこう擦ってあげます。そうするとですね、はい、もうね耳が剥がれそうでございます。ここはね繋がってるんですね。はい、分かりますでしょうか。はい、もうねほぼ剥がれてまいりました。こんな感じですね。スーッとスーッという感じでございます。あくまでもね力強くガンとやってしまいますとね、もう身が切れてしまいますので、この皮をねなんていうか削ぐような感じ、まあ弦に削いでいるわけでございますが、こんな感じでねスースースッと、やって、はい、耳が片方取れました。はい、もう片方ですね、もう片方の方もですね、ここに、指でね親指でパパッとこう切れ目を少しね入れて開いたのが分かります。ここですね。そうしましたら、ここにまた包丁をね軽く当てていくだけと。でね、こっちの手で、耳をねこう引っ張りながら、包丁を軽くこう当てていくと、はい、耳がね取れました。アオリイカのね、ここにですね大きい軟骨がねスラッと入っているんですね。で、そこにこの包丁を当てまして、こうですね、ここに耳がついていたんですね。耳がついていたのをこう耳を取って、このど真ん中に、包丁を軽く当てていきます。そうするとね、なんか硬いなみたいな、こう包丁入っていかねえんだけどみたいなね、感じになります。はい、そうしましたら、これもうほとんどね切れております。はい、こうなりました。いやー、ちょっと炭袋を潰しちゃったんで、もうまな板真っ黒黒すけ状態になってしまいました。こんな感じですね。はい、ビョロンと出てまいりました。これですね。はい、こいつが軟骨になります。非常にね綺麗な骨でございます。はい、そうしましたらですね、この先っぽもちょこっとこう切っていただいて、このゲソですね、ゲソと身をですね剥がします。こうゲソを手で持って、もう炭がすごいです、申し訳ございません。こうやってね、引っ張るだけで、簡単に取れます。はい、これがゲソですね。これが、身の方です。そして耳ですね。こんな感じで分解されました。炭出ちゃった時はもうしょうがないんでね、はい、こんな感じですごいですね。お水でね流水でこう流してもらえればすぐ取れますのでね、炭もね、まあ本当はできるだけ爆発させない方のがね、綺麗にいくかと思います。はい、こんな感じですね。そしたら、そのままね、この皮も取ってしまいます。こちら側に耳がついたんですね。この裏側もね、指を入れると皮がこう取れますので、ぐぐんと。はい、こんな感じですね。もう皮が取れました。あとはですね、これを水洗いして、真っ白白漬け状態にね、していきたいと思います。はい、ですね、あまりにも炭袋を爆発させてしまいましたので、まな板をね、一回整理整頓しました。はい、こちらがね、ゲソですね。はい、そしてこれが耳2つ。そして肝心なのがこの身でございます。これがね、お刺身にしても、最高でございます。そしてですね、この胴体とゲソのつながっているところですね。ここにね、ちょっと硬いところがありますんで、これ包丁でね、さーっと、はい、取っちゃってください。そしてですね、この頭のところですね、頭のところにも少しね、皮がついてますね、こう、キュッですね、こんな感じでございまーす。あとはね、これをお刺身にしていただいていきたいと思います。しかしですね、まかないくんとしてはですね、これをちょっとお客さんに出さなくちゃいけないんですね。
ですから、まあ、どうしようかみたいな。ここですね、イカの耳、エピラル部分ですね。はい、これもね、結構お刺身で美味しいんですね。でまずね、この皮をね、取っていきます。取りにくいですね。皮をね、こう取っていきます。はい、こんな感じですね。はい、裏側もね、少しついているので、この皮を取っていきます。これをね、まかないくんとしては、お刺身にして食べていこうかと思います。私ね、エンペラ大好きなんですね。もう生きがいいのでね、この辺がプルプルとこう丸まってきますね。はい、それではね、お刺身にしていきたいと思います。そしてですね、その刺身にする前に、このゲソですね、ゲソの処理です。ですね、この辺のこの不純物はもう食べれませんのでね、これ捨てちゃってください。そうしましたら、もう生きがいいですね、もう足がぴょんぴょんみたいな感じです。食べれるのはですね、ここですね、まずこの目をね、取っちゃってください。もう斜めにね、目のとこに、斜めにこう包丁を入れて、そして、裏、ちょっと目潰しちゃいましたね、すいません。はい、こんな感じですね、目が取れました。そしたらこっち側の目もね、この斜めのとこからこう入れて、取ります。そうしましたらですね、ここを開いてください。足と足の付け根ですね、はい、ここをピョンと開くと、ここにね、カラスのくちばし、まあ、これもね、串に刺して焼いて食べると非常に美味しゅうございます。そしてこのイカのこの長い足ですね、これちょっとね気持ち悪いんで、ここをピュッと切ります。そうしましたらこんな感じですね。で、この胴体と、ゲソを離します。ただこのね、イカゲソを適当な大きさにね、切ってください。こんな感じですね。この足の付け根のとこからね、こう切るようにしてくださいね。こうぶつ切りにしちゃうとね、使えなくなっちゃうんで、そうしましたらですね、あとはこの胴体の方、これもね、こんな感じでぶつ切りにしてください。はい、こんな感じでございます。はい、これはですね、このね、ちっちゃいボールかなんかに入れて、こうお水でね、ガンガンガガンガガガンボみたいな感じですね、ガンガンガガンと、はい、こんな感じですね。はい、こんな感じです。そうしましたらね、あとはこれ軽く茹でてね、ポン酢かなんかで召し上がっていただけるとね、最高に美味しい部分でございます。今日はね、とりあえずお刺身の方やっていきたいと思います。はい、ですね、まな板の方整理整頓いたしました。そしてですね、これイカの耳ですね、耳の方、これをねお刺身にしていきたいと思います。こうちょっとね、少し黒い皮があるんでね、これはもうピッピッとこう包丁で省いちゃってください。ですね、まあこれ身もね一緒なんで、本当は身の方を食べたいんですが、ちょっとまかない君としてはね、ちょっと身の方が食べられないんで、お客さんに提供しなくてはいけないんで、これをね、イカの身と思ってくださいませ。そしてですね、こういう風にね、糸作りっていうんですが、まあ、しても構いませんが、とりあえずですね、今回はちょっとそぎ切りで薄作りみたいな感じですね。わかるでしょうか。包丁斜めにこう入れていきます。そして、こうですね。はい、いつものようにね、お皿に大葉が敷いてございます。あとはね、そぎ切りできるだけこう薄く切ってね、どんどんこうお皿に並べていくだけでございます。はい、いい感じで、そがれております。はい、いい感じでそがれております。まあですね、イカの耳、これ焼いてもね、煮ても非常に美味しいんで、ちょっとこれ気持ち悪いな耳とか言わないでね、捨てないで、必ずね、召し上がっていただけることをお勧めいたします。はい、こんな感じで、そぎそぎそぎですね、そぎそぎそぎ、そぎそぎそぎ、そぎそぎそぎです。そぎは、大事でございます。こんな感じでね、出来上がりました。こんな感じでございます。それではね、食していきたいと思います。非常にね、身が透き通って綺麗でございます。はい、ですね、テーブルの方にですね、青いイカのお刺身ですね、非常にね、透き通ったいい感じでございます。そしてですね、ちょっと千切りのね、ゆずを添えてみました。ゆずのね、正しい調理法はね、また別の動画で紹介しておりますのでね、ただ切るだけではなくね、そちらを参考になさっていただければ幸いかと思います。それではね、食していきたいと思います。わさびですね、わさびを醤油にたっぷり
をですね、お刺身で巻いて、食す。いやーこれちょっと酢っぽいですね、これ。こんなもう寿司屋さんでやっちゃったな。ちょっとこいつただもんじゃねえなみたいな、ちょっと変なもん出せねえぞみたいなね、美味しいものが出てくるかもしれません。まあそれは定かではございません。それではね、いただいてみたいと思います。いただきます。この青オレンジのこのコリコリ感の白飯でございます。コリコリ感とね、この柚子の鮮烈な爽やかな香りがお口の中でこうふわっとね広がって最高でございます。白飯合う合う、合いますね。はい、次行きます。ピリッと巻いて、ただもんじゃないな、ね、ちょっとお醤油をつけていただきます。コリコリね、ジャキジャキも最高だ。うまい、うまい、本当に。やっぱね、イカ耳うまいですね。はい、それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございました。本日はですね、こちらですね、はい、アオリイカのさばき方とお刺身の作り方、それからね、ゲソの処理の仕方ですね、これを一挙に動画にまとめてみました。スーパーとかお魚屋さんにね、あれこのイカ変わってんだ、これアオリじゃねえの、見つけましたらね、ぜひ、試してみてはいかがでしょうか。非常に美味しくいただけると思います。それでは失礼いたします。うまいです。